チームが4チーム出揃えてきた先発シャレックが完封目前の9回に捕まります。ブレーブス3番野本新人王を争うジョーンズ、そして4番マグリフに連打を浴びノーアウト1、3塁のピンチ。続くジャスティスにセカンドへ転がされてサードランナーホームイン、1対1の同点に追いつかれます。このまま延長に入って11回表、レッツ3番手ジャクソンが途中出場の7番デバローにタイムリーを浴び、とうとうブレーブスに逆転を許してしまいます。その裏、長打が出ればサヨナラのチャンスを作ったレッツですが、不審の4番サンダースがダブルプレーに倒れてゲームセット。レッツがホームスタジアムでの初戦を落としました。続いてアメリカンリーグ、シアトルマリナーズ対クリーブランドインディアンス。1回ノーアウト満塁という絶体絶命のピンチをしのいだマリナーズ先発ルーキーのオルコットは結局7回を投げて2失点と好投。一度は追いつかれたマリナーズですが、大逆転で勝ち上ったディビジョナルプレーオフの勢いそのままにインディアンスを振り切って第1戦をものにしました。にはワールドシリーズも制している大ベテランが敵地なのにもかかわらず落ち着き払ったピッチング、守備でも元ゴールデングローブ賞投手らしくその実力を披露します。このハーシュハイザーを打つ方ではメジャー3年目のラミレスがバックアップ。奇跡的な勝利の連続で勢いに乗るマリナーズに痛烈な先制パンチを浴びせると、2人目アヤラからも宇宙間へ特大の一発。シアトルのキングドームは静まり返ってしまいます。マリナーズも6回ケン・グリフィー・ジュニアのプレーオフ6本目のホームランなどで反撃しますが、ハーシュハイザーの前に8回までこの1点のみ。結局5対2でインディアンスが勝って対戦成績を1勝1敗としました。ナショナルリーグは第1戦を落とした地元レッツが5回得意の足を絡めた攻撃などで2点を奪い2対2の同点とします。しかし延長10回ブレーブスはキャッチャーロペスのスリーランなどで4点を奪い勝ち越し、敵地で2連勝と勝負強さを見せつけました。というわけで。